久保さんやっぱ負けず嫌いですよね。僕もあの、このやりとりできる、まあいろんな要素ありますけど、まあ一つの要素として負けず嫌いっていうのはありますよ。負けず嫌いっていう。負けてたるものかと思いませんか世の中見渡すと不公平じゃないですか。不公平だからクソ、クソってなりませんだから逆に言うと、全部平等だったら、何クソって思わないんじゃないですか 全員が100万稼げていて、全員が1億円稼げていて、全員が3億円稼いでいて、全員がフェラーリに乗っていて、全員がラブルギーに乗っていて、その中で何くそっていう思わないと思うんですよ。果たしてそれが幸せなんでしょうか全員が平等、果たして幸せなんでしょうか多分僕は思います。つまらなくなると思います。人間は感情の生き物なんで、感情が動かない。 それは多分つまらなくなると思います。人間は感情を動か、だから僕はこの考え方でビジネス勉強しててふと思ったんですけど、なんで怖い思いして金払ってお化け屋敷入るんだろうと。なんで怖い思いして人間はホラー映画を見るんだろう。怖いことってみんな好きなのかなと。多分どちらかというと、まあ本当にそれ実在するわけではないですから、あれなんですけど、なんでジェットコースター乗るんだろうと。 なんでバンジージャンプで飛ぶのなんでスカイダイビングするのなんで映画見るのなんで感動したいのなんで恋愛、そのなんか別に自分じゃないのに恋愛見て面白くなるのなんでアニメを見てアニメの世界なのに。ねヤマト。別にア,アニメの世界。ね <laughs> リアルじゃない。なのになんでそこに人は感動したり、いいなと思ったりとか。 そこにまたはね、ヤマトの戦艦買ってみたりとかするんでしょうか。感情が動くからですよね。感情が全く動かなければ、多分ね、つまんないと思うんですよね。うん。だ逆に言うと、不平等だからこそ幸せがあるっていうね、ちょっとの抽象度が高すぎますけどね、不平等だからこそ幸せがそこにあるとうん。これをどう受信できるかは、あなたの力量次第、いってらっしゃい。